リック・ヒロシは、中華人民共和国の政治家、中華人民共和国自然資源部長、国立交渉省長、全中国共産主義青年団中央初期どころ、第一初期。1985年、18歳で北京大学に入学後、1985年5月に中国共産党へ入党し、1987年には北京大学学生会主席に選ばれた。 1989年に卒業後、北京の国有企業北京坊ただしに就職し、工場長などを務めた。その際、工場の赤字を解消した経験をもとに書いた、国有企業の赤字解消に関する研究などの論文が評価され、1998年には北京市十大傑出青年に選ばれた。その当時の主要機首相に見込まれ、中国のシリコンバレーとも呼ばれる。 北京市中間村地区のトップなどを歴任した後、北京市副市長に抜擢された。これは、陸氏が35歳の時で直轄市の副市長としては、これまでの最年少の記録を塗り替えた。その5年後の2008年5月、当時の強制団トップだった、小春の後を襲って強制団の第一初期に就任した。そのことから、国立交渉省庁就任時には20年後に、 この次の最高指導者に選出されるとの観測が出た。2018年3月、自然資源部長に就任。2016年3月6日、北京で開会中の全国人民代表大会の国立交渉代表団会議で、陸が校内労働者8万人については、現在までのところ、給与の支配もなければ、収入源もないと述べたことに対し、 流出集団草加も山集団の校内労働者たちが3月9日にストに突入し、2日後の11日には数千人が我々は生きねばならない。我々は食べねばならないと書かれた横断幕を掲げて草加も山市の街頭をデモ行進した。翌12日にはデモ隊はその数をさらに増し、ゾラメカかつ、トモト東ガなどと書いた横断幕を掲げて、 デモ更新を行った。その抗議活動は14日に急遽動員された軍と警察の部隊によって鎮圧されるまで続いた。その後3月12日に北京でスス集団苦境脱却発展特別会議を招集した陸は流出集団の校内労働者に給与の撤廃や各種保険料の未納があり少なからぬ労働者が生活に困難をきたしていることが判明したと述べ、 自身の前言の誤りを認めた。またメディアに対しても、私の発言が誤っていた。どのレベルの報告が誤っていたか、その原因が何かに関わらず、誤りは正さねばならないし、問題は解決せねばならないと語り、同時に、用水取り報告質味的教訓と述べて、深い反省を表明した。ありがとうございます。